ベルベル人の藤原です。4月のですね17日、入荷日です、入荷する商品なんですけれども、ざっくりと紹介したいと思います。はい、まず、レイヨンシャツですね。はい、こちらアローの XL、はい、こちらもアロー、はい、ちょっとね渋めの色なんですけれども、はい、どちらも程度いいです。続いても同じくレイヨンシャツですね。はい、緑ベースでこちらがミディアムサイズ、はい、こちらは、サイズこちらもミディアムサイズですね。はい、ちょっとこのね黒が入ってるチェック、はい、かっこいいですね。はい、続いても、はい、こちら赤ベース、こちらサイズミディアムサイズですね。はい、こちらもミディアムサイズです。このね黒黄色か青、これなんかね色目非常にいいと思います。これからね春先ちょうどよく着れるんじゃないでしょうか。はい、こちらねちょっとコットンシャツなんですけれども、ラージサイズ、はい、60年代のボックスタイプで、これもね状態いいですね。はい、これ多分僕が着てジャストサイズだと思います。デニムともね相性いいですね。はい、続いてもうめちゃくちゃいい色なんですけれども、アロー、こちらエクストララージ、ただね下の部分がですねちょっと片方こう多分切れてしまったのをリペアしてます。色目ね最高にかっこいいんですけど、ちょっとねダボっと切れば、はい、まあ下の方ちょっとうまく直してもいいかもしれません。はい、あともう抜群にかっこいい色ですね。はい、続いてはウエスタンシャツ2枚、どちらもリーバイスなんですけれども、こちらチェックシャツ、ちょっとねタグがピロンとなってますが、リーバイスのショートホーン、はい、刺繍タイプです。そしてこれね珍しいんですけども、このリーバイスのリベットのスナップボタン、これ結構レアです。はい、ちょっとねここにあのペンの跡でしょうか、青いブルーの、あと少しね裾口が少しポロポロとほどけてるのと、袖口、はい、ちょっとダメージは出てます。普通ねこあの薄い生地なんですけど、これちょっとねデニムのような若干厚めの生地です。この生地感ちょっと珍しいですね。もう一つが、はい、サドルマン、はい、こちらはねこの細かいギンガムチェック、トップボタンはねこれボタンのタイプ、こちら60年代ぐらいですね、石ボタン、状態こちらも綺麗です。サイズはねどちらも14ハーフぐらいですかね、自分ではちょっと小さいんですけども、はい、ウエスタンシャツこれから着るのにいい時期じゃないでしょうか。はい、続いてはネルシャツです。はい、ウィンターキングのネルシャツ、はい、まあ、赤黒のねチェック的な、定番の色なんですけど、ここね襟ダブルステッチだったり、はい、マチ付きです。マチ付きですけどね丈がね長くない、サイズもいいサイズですね。自分結構ジャストサイズで、僕結構この色目大好きなんですけども、少しフェードしてるこの感じがね非常にいいと思います。はい、マチ付きのネルシャツです。続いてウエスタンシャツですね、こちらローバックスのデニムシャツ、はい、全体的にね色落ちしてるこの雰囲気もねいいと思います。これから春先持ってこいじゃないでしょうか。サイズはね14ハーフぐらいですかね、自分はちょっと小さいです。はい、そしてこちらウエスターナーですね、リーノ、はい、こちらももういわゆるねサテン色、サテン、このたまにね白くなってるのがあるんですけど、これちゃんとした毛並みが残ってるということは、もう程度がめちゃめちゃいいってことです。はい、もう生地感もねすごい程度いいですね。こちらサイズが16ぐらいありますかね、自分がちょっとゆったり着れると思います。まあ、サテンシャツもね1枚持っててもいいんじゃないでしょうか。はい、はい、ちょっと単品でいきます。こちらシアーズの、はい、シャンブレーシャツデッドストックです。サイズ16ハーフ、はい、もう襟はダブルステッチで、このネイビーのボタン、サラボタン、はい、シャンブレーシャツいろんなシャツありますけれども、シアーズのねシャンブレーシャツは一番形がいいと思います。
着丈がね、まあ、もちろんマチとかないタイプで着丈がちょうど短くて、これ16ハーブ洗ってね少し乾燥機入れるとキュッと詰まります。もう非常に形がいいのと、やっぱりこのかっこいいですね、襟の形、タグ、ボタン、もうシアーズシャンブレーお探しの方多いと思います。デッドストックです。はい、続いて同じくシャンブレーで、はい、こちらユースネイビーのサイズ15、こちらも、もう水通ってない状態ですね、デッドストックですね。はい、ちょこっと焼けがあったりはしますが、サイズ15のデッド、はい、まあ、丈少し長いですけど先ほどのシアーズと違って、まあ、このコンディションでしたらねインして着てもいいですし、はい、ユースネイビーデッドストックです。はい、続いてコーデュロイジャケット、久しぶりですね、こちらリーサイズ40表記です。ブラウンのコーデュロイのいわゆる101タイプですね。ちょっとね縮みが出てると思います。今実寸で38ぐらいですかね、自分ちょっとちっちゃいんですが、このちょっと色のねフェードした感じも結構雰囲気いいと思います。リー珍しいですね。続いてリーバイスのコーデュロイジャケット、人気の、いわゆるエメラルドグリーンですかね、はい、このカラーとサーモンピンク非常に人気ありますね。こちらサイズがちょっとねタグが若干欠損してますが38です。はい、ちょっとねコーデュロイ自体が少し、擦れてたりするんですが、まだまだ着れる程度です。そしてブラック、このね黒はもう黒にこのオレンジステッチ、はい、非常に見栄えもいいと思います。オレンジタブでこちらサイズが40ですね、はい、僕も全く同じのを持ってます。サイズ40でジャストサイズでも着れますね、はい、はい、続いてヴィンテージスウェットですね。今回はねヴィンテージスウェット結構入ってます。はい、プリントこちら、チャンピオンのねランナーズタグ、はい、ラージサイズでネイビーのフロッキーですね。こちらタグは欠損しますが、はい、ブルーでこの字体がね非常にかっこいいですね、はい、どちらもサイズ大きめです。はい、うちはねよくヴィンテージセット安めでって言われます。はい、プリントいいです。続いて、はい、白ボディでこちらもフロッキープリントですね、はい、こちら黒ボディ、これもねちょっとなんかハンドメイド的な感じですが可愛いです。はい、黒ボディ、こちらもねサイズラージサイズはあると思います。こちら白ボディも大きめですね、はい、続いてもこちら染み込み、はい、ボーイスカウトですかね、染み込みのプリント、まあ、このイーグルの字体も可愛いですし、ちょっとね若干汚れはあったりしますが、ヴィンテージスウェットでプリントいいです。はい、こちらタグがアーテックスですね。こちら XL ボディですかね、はい、かなり大きめです。なかなかね大きめのヴィンテージスウェット少ないです、はい、自分もこれゆったり着れる感じ非常にいいです。状態もねかなりいいです。はい、続いて、はい、カラーフロッキーブラックです。こちらサイズラージサイズで、はい、こちら、まあ、赤で、アイオワじゃなくてこれはフロッキープリントですね。でこちらスペシャルですね、両 V ウィルソンですね。ウィルソンの両 V でプリントがね、ちょうどかすれた感じもいいです。リブもね長リブでちょっとサイズがそこまで大きくはないです。これねかっこいいですね、スペシャル。はい、続いてこちらもオールドのスウェット、ちょっと黒がね、色がちょっと褪せた感じでしょうか、はい、こちらラバープリントですね。でこちらがタグは欠損してますがちょっと雰囲気系です。これも赤の、フロッキープリントがちょっとこう剥げてますね、はい、まあ染みが若干ありますが
はい、かっこいいですね、プリントも。はい、そしてこちらブラックのヴィンテージスウェットとネイビーのヴィンテージスウェット、どちらもねプリントがこう上の方についてまして、かっこいいですね。これもラバープリント、このひび割れ感、あとニューヨーク、いいですね。こちらもねサイズ大きめです。まあラージサイズはありますね。でこちらネイビーボディのこのプリントもね非常にかっこいいですね。はい、どちらも状態は非常にいいです。はい、こちら、色がね、まあグリーン、オリーブグリーンですかね、がちょっと色あせてますが、この戦車、はい、まあミリタリープリントっぽい感じですね。はい、これも状態いいのと、はい、サイズ感これもね大きめです。ラージサイズはありますね。後ろちょっとねここダメージがあったりするんですが、はい、もう色合いとこのプリント非常にかっこいいです。でまだまだヴィンテージスウェットいっぱいあります。はい、続いてもヴィンテージスウェットです。はい、こちらとこちら、まあプリントがねちょっとどちらも、変わってます。はい、こちらタグがあってラージサイズ、はい、フロッキープリントですね。状態ね非常にいいです。あとこちらネイビーボディで、はい、プリント、はい、これもかっこいいですね。ベア、クマかな。どちらもサイズ感は大きめです。はい、続いて、はい、もう今ね大人気ですね、スヌーピーのヴィンテージスウェットです。こちらがですねサイズが、一応スモールサイズ、若干のね汚れ等はあるんですが、はい、このプリントもね可愛いですし、女性だったら全然着れると思います。もちろんバックプリントもあります。そしてこの赤ボディ、はい、こちらもタグがちゃんとスプルースボディ、ラージサイズですね。赤で染み込みプリント、これはね赤の方は状態いいです。後ろも、はい、プリントちゃんとあります。はい、そしてシンプルに、まあ無地、こちらステンシル入っております、ボディ XL、ちなみにこちらね水通ってないデッドストック状態です。前V でステンシル、しかも XL のステンシルも入ってます。はい、デッドストックです。そしてこれねいいなと思ったんですが、ピルグリムサイズ L サイズ、はい、無地です。これね僕でも着れるサイズですね。はい、これ非常にいいですね。これ僕も欲しいです。はい、はい、2つ、まあ、パーカーです。フルジップのネイビーのパーカーと、はい、こちらナイキのパーカー、はい、こちらはスプルースですね、ダブル XL、 はい、珍しいと思います。中がサーマルタイプですね。そしてこちらがナイキ、はい、オレンジタグのミディアムサイズです。状態は非常にいいですね。こちらもパーカーです。はい、続いてミリタリーです。こちらベトナムの、ファティグジャケット、デッドストックになります。はい、こちらがミディアムショート、いいサイズですね。はい、こちらもミディアムショート、はい、デッドストックが、2つになります。はい、続いて、こちらがセカンドタイプですね、ラージロング、はい、ノンリップになります。はい、エプレット付きのサイドアジャスター、これも程度はねかなり綺麗です。まあ大体1ウォッシュから2ウォッシュぐらいですね。ラージちょっとね大きめですが、はい、大きい方なかなかねこの状態やっぱ出てこないと思います。はい、続いて、ウェップですね、はい、こちらサイズ36、はい、もう大体では程度がね、どうしてもリブが、ダメージあったりが多いんですが、もうほとんどこれもリブ見ていただければ全然詰まってません。もうねほとんどねデッドストック状態です。はい、サイズ僕はねちょっと小さいんですが、ウェップを探しの方はバキバキです。
はい、ファティーグのファーストですね。ちょっとタグが欠損してます。サイズで言うとミディアムレギュラーぐらいでしょうか。自分がジャストサイズです。いわゆるファーストですね。はい、こちらも、状態は綺麗だと思います。後ろここにね1箇所ちょこっとダメージはあるんですが、まだまだ切れる程度ですね。状態いいと思います。はい、こちら M43 ですね。ちょっとねもう大人っぽいジャケットだと思います。サイズ感ちょうどいい、ミディアムサイズですかね。はい、これもねあまり見かけないと思います。ボタンがねちょっと、一箇所、あとここのねフロント部分がねちょっと変わってしまってます。はい、これも状態いいと思います。 M43、はい、ちょっとねミリタリーではないんですが、はい、こちら LL ビンです。サイズミディアムサイズですね。はい、まあプルオーバータイプの定番です。緑で状態もね非常にいいですね。 M サイズちょっとねゆったりはしますが、はい、やっぱこちらも人気商品ではないでしょうか。はい、続いて N4 ですね。こちらちょっとタグが欠損しています。サイズが40ぐらいでしょうか。自分がちょうどいいサイズ感です。これもね、袖口少しだけほつれが出てますが、はい、ボディの状態は綺麗ですね。はい、いいです。はい、やっと入ってきましたね。 M65 フィッシュテールの、はい、エクストラスモール、フード付きです。インナーはね、今回付属されてないんですが、フードと、ボディ XS です。はい、僕も自分で持ってるんですが、着てるのは XS のサイズですね。まあ、 デッドストックになります。素晴らしい。はい、続いて、単品でアディダスのジャージです。はい、こちらのタグで、サイズがラージサイズ、色味がねいいですね。黒にイエロー、はい、サイズラージ、僕はちょうどいいサイズって感じです。状態もいいです。はい、続いて、コーチジャケットですけど LLB の筆記体。はい、今回のはねサイズがね大きいです。とりあえず XL はあると思います。かなりゆったり着れますね。大きいのお探しの方はぜひ。はい、続いてミリタリーですが、こちら AL1。 はい、もうねここまで手の色のいいのはねなかなかないと思います。うちでもね何着か売ってますが、多分ほぼもうこれデッドストック状態です。サイズがねおそらく40ぐらいじゃないでしょうか。はい、僕がいわゆるジャストサイズで着れます。まあ、ミリタリー好きの方ね、この裏地も見ていただければめちゃくちゃ綺麗です。はい、完璧ですね。はい、続いてベトジャン。はい、ブラックのベトジャンです。こちらももう定番ですが、サイズはね大きめです。僕でも着れるサイズ感、あと後ろもね非常にプリントかっこいいと思います。状態もねいいですね。続いてスペシャルですね。テストパイロット用の、フライトジャケットです。はい、タグがですねこちらちょっと欠損しております。中がね裏地がオレンジのナイロン、そしてこの爽やかなブルー。サイズがですねこう大きいのがね少ないんです。こちら40ぐらいはありますね。自分が、T シャツ1枚とかでジャストサイズで着れます。はい、状態もね非常にいいですね。あとやっぱデザインがね非常にかっこいいです。はい、まあ、僕ね L2B シリーズ大好きなんですけど、やっぱこの形ねかっこいいですね。はい、はい、そして久しぶりじゃないでしょうか、 L2A。 サイズが40ですね。そしてはい、スペリオグトグス。はい、いわゆるリブがねグリーンになるっていうのは変な言い方ですけど、まあ色あせてなるんですが、これはね、
状態がいいからだと思います。これ、ね、実は焼けていくと緑になる色になる唯一ねこのブランドだけです。もう見た目の状態ね本当にバキバキなんですけど、ジッパーのここがちょっと頭が飛んでしまっているのと、少しねリブ部分、はい、袖ですね、ここ一箇所ここだけちょっとね、ダメージが出てます。あとの状態はね非常にいいです。はい、スペリオルトグス、こちらお探しの方はぜひ。はい、はい、続いて G ジャンです。こちらねリーの 101J、サイズが44ですね。60年代ですかね、このピスネーム。はい、ここ R のオンリーで、状態ね非常にいいです。まだね色濃いです。しかも44、大きいサイズですね。なかなかこのサイズは出ないと思います。まだねノリが残ってます。はい、続いていわゆるヘチマショールカラーの US ネイビー、こちら黒の月桂樹ボタンの方ですね。あのチェンジボタンの方も あるんですが、こちらはねもう打ち込みの月桂樹ボタン、これもね逆にかっこいいと思います。サイズが36ぐらいです。まあ細い男性着れると思いますし、まあ女性がね着てもやっぱ可愛いですね。はい、色の雰囲気抜群にいいと思います。はい、続いてカバーオールですね。はい、こちらサンホライズドというあのボタンです。60年代ぐらいですかね。サイズが42ぐらいですね。もうコンディションいいです。まだ色も濃いですし、もうねこれからいい縦落ち入るんだろうなというインディゴの色目です。マッコンコンです。今回久しぶりですねこのカラーパンツ系、はい、いわゆるあのスリムフィット、カツラギだったりあのリーンズだったり、あとねこのスタップレの、ちょっと変わった色目、はい、結構入ってます。細めのねカラーパンツ系が結構入ってますね。そして、今回のダブル X です。はい、結構ね状態のいいのがまた入ってきました。こちら、はい、片面のダブル X です。色落ちひげもね綺麗に出てますし、オールイエローステッチ、こちら、47年モデルですね。はい、サイズも実寸で3129。はい、あとこちらもスペシャルですね。はい、こちらも 501WX の片面です。はい、ダメージちょっとありますがひげ落ち抜群に綺麗に出てますね。こちらもオールイエローステッチですね。そして後ろレザーパッチも残ってますし、はい、後ろの蜂の巣の、ね、色落ちも抜群です。はい、そしてもう一本、これはですね自分もマイサイズなので、はい、501WX のギャラ入りです。はい、もうコンディションもね、かなり綺麗ですね。当たりが綺麗に出始めてます。そしてパッチを見ていただくと、はい、ギャラ残ってますし、パッチサイズ3433です。はい、ってことは実寸が今、3331、素晴らしいですね。もうマイサイズです。はい、続いて、今回はですねリバースウィーブ大量に入荷してます。しかもね相当プリントインとか入ってますので、ぜひ。はい、こちら 90s シュータグのエクストララージネイビーボディ、そしてこちらがトリコのミディアムサイズ染み込みのプリントです。白ボディ、これめちゃめちゃいいですね。はい、こちらがハーバード、はい、ハーバードも刺繍のエクストララージです。そしてこちらも刺繍のエクストララージ、ペンステイト、そしてラバープリントですけどバックプリントも入ってます。はい、これ珍しいですね。はい、続いて、このからしボディいいですね。これトリコのミディアムサイズ、はい、フルスナップです。刺繍のエクストララージサイズ、こちら目なしです。はい、はい、続いて
ネイビーボディのオフルスナップのスモールサイズ、こちらも目出しですね。そして黒、ブラック、ちょっとね若干汚れ等があるんですが、こちら刺繍のラージです。ブラックのフルスナップ、はい。パーカーもねかなり入っております。こちらプリントですね、ネイビーでノートルダム、黄色にこの緑、トリコのエクストララージです。そしてこちらもミシガンステート、刺繍のエクストララージですね。はい、リバースもねいっぱいあるんですが、こちら単色です。はい、赤単のスモールサイズ、霜降りのグレーの無地です。はい、後ろも状態はね、ここにちっちゃいつまみがあるんですが、後の状態は綺麗ですし、 S サイズでもこれで大きめです。はい、非常にスペシャル。はい、続いてこちらが青の単色で、こちらもスモールサイズ、はい、見ていただくと分かりますかね。前部位で USMA 染み込みです。そしてボディは縦ストライプが入ってます。袖はね、無地なんですけれども、こちらも状態は綺麗ですね。はい、はい、そして今回も刺繍のエクストララージ、はい、ネイビーボディでバキバキです。これイエール、自分ちょっと言ったりしますね、 XL なので。状態がねめちゃくちゃ綺麗です。はい、はい、デニムもね、いっぱい入ったんですが、ジジャン今回はちょっとスペシャル2着です。はい、こちら、506WX、はい、もうパッと後ろ針です。そしてジャケットのね、リーバイスのジャケットの本に書いてますが、こちらのバックル、1946年のバックルですね。もうフラップがついて、ボタンもね5つになってるんですけれども、このステッチがねちょっとねいびつだったり、もうオールイエローステッチ、いわゆる46年、生地がですね対戦モデルと同じ生地というのが一つ。そして、はい、これサイズがね大きめです。後ろはティーバッグではないです。ということはサイズが44縮み、はい、実寸が42ぐらいですね。はい、もうかなりゆったり着れます。まあ僕が着てもね、ゆったり着れるぐらいですね。はい、スペシャルです。はい、そして同じく 506WX、 こちらもステッチ見るとオールイエローステッチ、そして先ほどと同じバックルが、はい、小さいバックル、いわゆる対戦モデルの最後に使われている金具と同じです。そしてこちらも46年、こちらレザーパッチはね欠損してるんですけど、40サイズ40縮みです。今実寸がですね39ぐらいです。マッコンですね。はい、そして今回こちらスペシャルが袖が1枚袖です。はい、下1本ですね。普通常でしたらね、こちら袖がこの2枚ですね、ステッチが、こちら1枚袖、こちらスペシャルです。お探しの方多いと思いますが、ぜひ入荷日にお並びください。